はい。あの子を起こしてきますね。起きなさい。起きなさい。私のかわいいお寝坊さんや。おはよう。もう朝ですよ。今日はとても大切な日。あなたが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょう。この日のためにお前を勇敢な子に育て上げたつもりです。さあ、母さんについていらっしゃい。ここからまっすぐ行くとアリア藩のお城です。王様にちゃんと挨拶するのですよ。さあ、行ってらっしゃい。よくぞ来た、勇敢なるオルテガの子よ。オルテガ殿のご遺品は全く見つけられませんでした。そうか。しかしオルテガほどの者がやられるとは。立派に戦いました。きっと本望だと思います。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願い、しかと聞き届けたぞ。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラモスじゃ。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラモスの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけは何としても食い止めねばならん。若き勇者よ、魔王バラモスを倒してまいれ。しかし一人ではそなたの父オルテガの不運を再びたどるやもしれぬ。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの装備を
整えるがよかろう。勇者殿、旅を続けていくにはいずれ盗賊の鍵が必要になりましょう。王のおっしゃる通り、まずはルイーダの酒場で旅の仲間を探すのです。そしてアリア藩の北西にあるレーベの村に行ってみてくだされ。地図にレーベの場所を記しておきました。今回は特別ですぞ。本来は自分の足で城や村を見つけなければ印はつきませんので、ご注意を。地図上で気になる場所を見つけたら実際に行って確かめてみることです。ただし魔物にはお気をつけて。そなたの働きに期待しているぞ。いらっしゃい。ついにこの時が来たのね。あなたが生まれた時のことはよく覚えているわ。あの時は私もまだ子供だったけれど、まるでお姉さんになった気分でね、少し大人になれた気がしたわ。もうあれから16年も経ったのね。さて、知っているとは思うけど、ここルイーダの酒場は旅人たちが仲間を求めて集まる酒場よ。ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。仲間が必要なら私に任せてね。そうね、これからはさん付けで呼んだ方がいいかしら。それでは改めて。Thank you.
回復を。Thank you.
やっと来たようじゃな。わしは幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた。だからお前にこの盗賊の鍵を渡そう。受け取ってくれるな。それを持ってレーベ村の赤い扉の家に行くがよい。そこにいる者が次の道を示してくれるはずじゃ。ところでこの世界にはそなたの性格を変えてしまうほど影響力のある本が存在する。もしそのような本を見つけたら気をつけて読むことじゃな。では行くがよい。わしは夢の続きを見るとしよう。